高師定学園とは、中華民国北京市朝日区に1921年から1945年まで存在した学校及びその運営団体、日本人の教育家、清水安造によって創設された。戦後は、北京市女子第四中学、朝陽中学、北京市陳慶林中学と名称を変えている。 1915年に同志社大学進学部を卒業し牧師になった清水は1920年代に入り自らが尊敬していた元人の思想を手本とし教育援助のため中国に渡ることを決意する。当時北京のスラム街と化していた朝日門街において教育を受けることさえままならなかった多くの女性たちに無償で 生活のための刺繍などを指導するために建設した学校が高指定学園であった。また当時、日本の統治下にあった朝鮮の女性を北京の学校では唯一受け入れ、創始解明によって日本名を名乗らざるを得なかった女性たちのことも朝鮮名で呼んだ。この学校では他の学校とは違い、戦争後の朝鮮独立などを見据え、 女性の社会進出なども考えた上で、女子教育を行っていた。しかし、教育方針が日本の公民教育に反していたためか、清水は一度憲兵に連行されるも後になんとか、釈放された。1945年8月、第二次世界大戦に敗戦した日本は、中国の領地をすべて返還しなければならなくなり、清水を含む在留日本人は、 接収引き上げを余儀なくされたため、やむなく、高師定学園を手放し、日本に引き上げた。帰国後、清水は、高師定学園の理念を、日本でも実現すべく、東京と町田市に、大美林学園を創設している。戦後は、北京市教育局の管轄となり、北京市女子第四中学へ改名された。1954年には、重点中学となり、 1976年には、朝日中学と改名した。陳慶林中学香港の起業家、陳慶林は2000万元を投資して、旧校舎を改築して1991年からは、北京市陳慶林中学と改名された。2003年には9年一貫教育の三分校も作られ、現在は、朝日区唯一の小学から高中まで12年間一貫教育を行っている。 中国の女子バレーボール選手、ロータイラの出身校。学校内に室内プールがあることで有名。ありがとうございます。